ジョージ・オーガスタ・スポロ・グリーン・ブリッジ・タワーは、ポーランド出身のイングランドのバイオリニスト。黒人の父親と、おそらく、ドイツ人の母親との間に生まれた。ポーランドのビエルス・コ・ビアワに生まれ、先例名簿に、1778年10月11日、生まれ、イエロニモ・イッポリト・デ・アウグストと登録される。ビアワは、ブリッジ・タワーの父親が、 ヒエロニム・ヴィンセンティラジビュー校によって使用人として雇われていた土地であった。父親のジョン・フレデリック・ブリッジタワーはおそらく西インド諸島の出身でハンガリー貴族のエステルハージ家の召使いであったにもかかわらずアフリカの王家の出を自称していた。母親はシュバーベンの出身でおそらくゾフィー・ホントゥルン・ウント・タクシスの屋敷の住み込み家政府であった。ブリッジタワーは 少年時代にかなりの学祭を示しており、1789年にはパリやロンドン、バス、ブリストルでバイオリンの演奏会を開いて成功を収めた。1791年に当時の英国大大使が興味を示して、ブリッジタワーの継続的な音楽教育を監督した。大大使の管理により、ブリッジタワーの指導は、王立歌劇場の指揮者、 フランソワ・イポリト・バルテレモンや、クロアチア系イタリア人作曲家、ジョバンニ・ジョルノビチ、セント・ポール大聖堂オルガニストで、王立音楽院教授のトマス・アトウッドの三者に、委ねられた。ブリッジタワーは1789年から1799年に、かけて、コベントガーデン劇場やドルーリー・レーン劇場、ヘイマーケット劇場といった、ロンドンの主だった劇場でおよそ50回の、 演奏会を行った。また、皇太子によって、自分の宮廷オーケストラの団員に召し抱えられ、ブライトンやロンドンで演奏した。1802年に鹿を認められて、母親と兄弟をドレスデンに訪ね、同地で演奏会を開く。その後1803年にウィーンに行き、ルートビヒバン・ベートーベンと共演した。感銘を受けたベートーベンは、自身の偉大な、 バイオリン・ソナタ第9番作品47をブリッジタワーに検定したが、気分屋の根欠のためのソナタという、親しみからとはいえ茶化かすような検事がついていた。ようやく完成にこぎつけると、1803年5月24日にアウガルテン劇場において、作曲者自身のピアノとブリッジタワーのバイオリンによって、公開初演が行われた。ブリッジタワーは、 ベートーベンのシャフした第二楽章のパートフに目を通して、肩をすくめた。そして、パートフにやや手を入れたが、ベートーベンは、気前よく、それを受け入れ、もう一度だ、相棒。と飛び上がっていった。ベートーベンは、ブリッジタワーに音差を送っており、これは現在、ダイエート書館に保管されている。まもなく二人の関係は終わった。ブリッジタワーがある女性を侮辱したところ、その女性は、 ベートーベンの友人だったのである。ベートーベンはブリッジタワーとの縁を完全に切って、かの新作ソナタを別のバイオリンのビルトゥオーゾ、ルドルフ・クロイツェルに改めて検定することにしたが、クロイツェルはもう誰かが弾いているし、それに難しすぎると言って、この作品を決して演奏しなかった。かくて、ベートーベンのバイオリン・ソナタ第9番はクロイツェル・ソナタの愛称で親しまれるようになった。 ベートーベンとブリッジタワーの関係は、ピュリッツァー賞を受賞した女性詩人リタドーブによって擬曲化され、黒人のソナタとして出版された。イングランドに帰国すると、1816年にメアリリー・チリークと結婚して、教師や演奏家として音楽活動を続けた。1807年10月4日に、王立音楽家協会の会員に選出され、 1811年6月にはケンブリッジ大学より音楽学士号を授与されている。ロイヤルフィルハーモニー協会で演奏を続けながらも、その後も外国を訪れた。娘の住むイタリアをことのほか訪れている。1860年にロンドン南部のペッカムにて他界し、亡きはケンサルグリーン墓地に埋葬された。ブリッジタワーの千本どもの遺産は、 亡き妻の姉妹に相続された。ブリッジタワーの住居は1970年に取り壊されていて現存しない。ありがとうございます。